そして今日はネイルもやってみましたよね。ネイルもやってもらいました。あ、これ置いとこうかな。どう？ネイル見せてあげてください。みんなじゃん、見えますか？見えますか？ちょっとね、指先だけにちょっとラメを入れてるんですけれども、ゴールド、うん、これね、うん、チュールレースっていう名前がついてるんです、このネイルアートには。そうなんですか？うん、かわいいでしょ。ゆいさんがつけたんですか？うんとね、みんなでつけました。かわいい名前ですね。かわいい名前でしょ。で、これなんですけれども、見えるかな、みんなに。こんな色たち4色ですね。いっぱい4色見えるかな。よしよしよ、はい、この色を使っています。あ、右に出てますね。出てますね。このね、一番この色ですね、うんうん、キャップがゴールドの色。この色かわいい、ね。これを全体につけた後に、うんうん、この3つで指先にスッスッスッと縦に描いてるんですね、うんうんうん。で、これってジュエリングラインっていうんだけれども、はい、普通のとちょっと違っていて、こういう風に細くなってるんです。あ、めっちゃ細いですね。わかります？アート用みたいな感じなんですか？そう、だからね、いろんなことができるの、うんうん。で、フレンチなんだけど、今日やったネイルは、はい、ちょっと縦にね、フレンチってなんて言えばいいのかな、こうやるんだけど、今日は縦にこうフレンチっぽくしてるの。だからすごく、うんうん、OL さんなんかもいいかも、うんうん、会社の方とかもすごくいい感じで使ってもらえるかなって思うんですけどね。何にでも合いそうですね、うん、服とか、うん、かわいいね。かわいいでしょ。ちょっとこう、うん、ジュエじゃないの、何、グラデーション風になってるんですか？うん、うん、そうなんです。そんな感じでね、やってみてもらったらいいなと思います。さっきから気になったんですけど、はい、ネイルすごいかわいいですね。わかってくれました？これ紹介したくてやってきてしまったんです。かわいい。前回に引き続きなんですけど、はい、こんな感じでやってみたんです。グリーンですか？見えるかな。うん、これグリーンなんですけど、うんうん、ミントゼリーっていう色と、はい、こうやってね、ミントゼリーとあと2色使っているんですね。これはアンティークガラス、アンティークガラスです。ですね。さっき言ってました。そうだよね。そうそうそう。そういうのをやってみました今日。このちょうどこの色3色使ってるんですけど、うんうん、うまく私3色なんですか？そう、3色なの。私2色と思ってました。違うのよ。重ねてるんですか？うん、そう。これがね、ちょっと私あんまうまくなくてごめんなさい。これはね、全体につけてるんだけれども、はい、大小の水玉をこれとこれで作ってるの。あ、わかります。ちっちゃい水玉の丸はこっちで、はい、大きい丸はこっちなんです。違うんです。そうですね。そう。あのね、こっちの方がちょっとアンティークっぽくて、こっちの方がきらめき感がすごくあるゴールドなんですよ。なんか結構春夏とかに良さそうな色ですよね。うんうん、かわいいね。もう一回ちょっと見せとこうかな。はい、どう見えますか？見えますか？私たち上手くないからね、ちょっとこう見せとこうかな。なんか春になるから、それもいいね。なんかでもこうしようかな、こっち。春になるから、なんかこういうネイルアートとかもやってもらうとすごく気分が上がりますよね。そうですね。なんかメイクとか自分で簡単にできそうですね、うん、そう、簡単にできるんだよ。なんかペペペペペペペって言いますよね。ぜひやってみてほしいなって思いますね。やってみます。これ、うん、かわいいですね。かわいいもんね。やってみましょうね。はい、はい、ではそろそろ、そろそろ、それではツイートタイム、ツイートタイム、はい、それではここで3分間のツイートタイムです。番組についての感想やメイクの質問などどんどんツイートしてください。ツイートしてくれた人の中から抽選で新アイテムが当たります。あ、すごいですね。当選者は、はい、はい、です。はい、番組の最後に発表します。あ、なんかツイートタイムですよ。ツイートタイムです。どんどんツイートしてください。どんどんツイートしてください。ハッシュタグ MJ メイクですね、はい。でも誰か MJ ケイクって書いてる人がいるけど出てますね。それでも。あ、なんかすごくすごい反応。すごい流れてきて読めないです。あ、なんかどこで読めばいいの？ネイル夏っぽくておしゃれ。ああ。やっぱさすがネイル人気人気。うんうん、あとでメモとやネイルの画像だけ静止画でアップお願いします。え、何静止画でアップしてくださ い, みたいな。あ、すごいね。それはどうにか自分で。あ、なんかこの方面白いです。ゆりさんっていう方なんだ。覚えておこう。ありがとうございます。記念になりたいな。記
く演奏する予定ないし爪塗りたいな音楽やってる人いいですね。なんかねこのネイルアートって毎回考えて、うん、それであの、うん、マジョリカのねホームページで紹介してるんですよ。だからぜひやってみてほしいな。いろんなネイルがあるの。そこでチェックできるんですか、これを使ってるとかっていう。そうそう、この色とこの色組み合わせたらこんなんできるよって言って、あのいろいろね紹介してるんですよ。私もチェックします。あ、してみてください、はい、簡単にできてちょっとおしゃれ、おしゃれですよね。個性的なネイルをたくさん紹介してますから、はい、ぜひやってみてほしいなと思いますね。あ、何ある？単色アイテムの組み合わせでおすすめはありませんか？ありますよ。何ですか？単色アイテムね。ここにねあるじゃない？単色アイテムが、はいはい、私の好みでいいかな。いいよね。なんかね私の好きな入れ方。黒とか結構好き。見えます？ゴールドですか、うん、シャドウカスタマイズのゴールド822とホワイトの963っていうのがあるんですよ、うんうん、こういうの重ね付けしてもすごい可愛いんですよ。まぶたですか、うん、そう、私結構このゴールド好きなんです。私もゴールド好きです。好きですか？ゴールドばっかりです。使いやすそう、うん、そう、これね結構発色がいいんですよ。だからちょっとね色の白さもちろんなんですけど、うん、ちょっと暗い肌の人なんかでも、うん、キラッてこう光っていいんですよ、なんてちょっとつけてみます、目頭に。せっかくだからなんかちょっと分かってほしいしね、皆さんに良さをね、うんうん、じゃあちょっとここに、はい、上見てこの目頭のとこにね、あ、なんか可愛いね、ちょっとつけるだけで、うん、ちょっとキラッとしました。見えますかね。見えますか。どう？ちょっとこれ見てもらおうか。あ、なんかある方がいいね。こっち最初にやってください。ごめんなさい。すいませんね。素敵。本当だ。じゃあそろそろ、はい、その子ちゃんにトラップを仕掛けようかな。はい。はい、ちゃんトラップを。そうね。スパイシーフレームを仕掛けちゃおうかな。はい、お願いします。スパイシーフレーム。